一時は人の流れが全くなくなった流れ川も、ようやく人の姿が戻ってきています。仕事終わりの一杯、楽しいですよね。夜の街、流れ川にやってきました。今年も残すところ2ヶ月を切りましたが、皆さん忘年会はどうするんでしょうか。今年は忘年会やります。また第8波が来そうなんで、中止になる前にやっときたいですね。以上です。会社でもしますし、プライベートでもしますし、します。こんな強者もいる一方で、予定はしてたんだけど、今また葉っぱが来てるから、みんな中止にします。コロナのね。東京商工リサーチのアンケートでは、広島の企業のうち6割近くが忘年会を開催しないと答えているといいます。そうした事情もあってか、こんな人も。商工会の集まりとかではもう先週しましたね、熊野では。あ、もうすでに忘年会が行われたんですか。はい、はい、忘年会を11月初旬に開催。他の団体とかももう普通やってみたいなんで、だったらまあ商工会もいいかなって感じで、はい、そういう世の中の流れになってきてるんで。早すぎるフライング忘年会も増えているようです。しかし県の分析では、来週には1日の新規感染者数が4000人を超える見込みで、湯崎知事は感染が爆発的に拡大した場合は強い対策が必要としています。一方、予約を受ける飲食店の従業員はというと、年末に向けて予約状況とかどんな感じ。もうパンパンですね、うん、クリスマスとかが多いですね、はい、キャンセルとかがあったらどうなるかなって、こう店長も心配してましたね、はい、先がまあ読めない感じで動いてます。賛否両論あるものの、日本の年末のサラリーマン文化の象徴でもあった忘年会、今年初めてその文化を体験する新入社員は、あるけどでもなんかなくなるかもしれないみたいな、その第8波があるから、うん、やっぱりちょっと残念だなとかって、新社会人なので、まあ、忘年会経験したことないから比べようにもないです。年末の文化に足を踏み入れたいような、踏み入れたくないような、年末の日常の光景、忘年会のにぎわいは戻ってくるのでしょうか。